杉久武君公明党の杉久武でございます本日は流域知識関連法案につきまして順次質問をしてまいりたいと思いますまず先月末に成立をいたしました令和三年度予算の中で公共事業関係費は令和二年度の当初予算に比べ26億円増の6兆695億円が計上されておりますが まあその主な柱の一つとして、国や自治体が住民、企業と連携して、ハード、ソフト両面から防災・減災を強化する流域治水を進めていくことが示されておりまして、さらに今月からスタートいたしました、防災・減災・国土強靭化のための5カ年加速化対策でも、流域治水の推進が行われているところでございます。 その上で本日、この流域治水を確実に進めるために、9本の法案がワンパッケージとなった大変大きなボリュームの本法案の審議が行われているわけでございますけれども、この流域治水を論じる前に、1つ確認をしておきたいのが、水防災意識社会の再構築についてでございます。これは2015年9月に発生をいたしました。 関東、東北豪雨災害における甚大な被害の,被害の発生を機に、国土交通省におきまして、水防災意識社会再構築ビジョンとして策定されたものでございますが、これは施設の能力には限界があり、施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生するものと,との意識を改革し、社会全体で洪水氾濫に備える必要がある。 ののの社会会資本整備審議会の答申を踏ままえて策定されたものでありますそこで国土交通省に質問いたしますが、2020年度を目途として、水防災意識社会の再構築に向けて取り組みを行ってきた、水防災意識社会再構築ビジョンの成果について確認をするとともに、水防災意識社会の再構築の取り組みと、流域治水を今後どのようにリンクをさせていくのか、お伺いをしたいと思います。 国国土土交通省井上水管理国土保全局長平成27年の関東・東北豪雨の被害を踏まえ、水防災社会の再構築の取り組みを進めてきたところですが、平成30年7月豪雨や令和元年東日本台風など、気候変動の影響により、水災害が激甚化、頻発していることから、これらの取り組みをさらに一歩進め、流域治水への転換を進めることとしました。 水防災社会や意識社会の再構築の取り組みでは、先ほど委員ご指摘のとおり、施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生するとの考えに立ち、氾濫した場合でも被害の軽減を図るため、まあ、特に氾濫域での警戒避難体制強化などを行ってまいりました。 具体的には住民の早めの避難に資する推計や、河川監視カメラの中小河川などにおける増設や、堤防決壊までの時間を少しでも引き延ばす堤防の強化等を実施したことにより、沿線住民の命の危険が軽減されたものと評価しております。そのの上ででで流域域治水ではこうした氾濫での対策をささらに発展拡充させ えー、収水水が集まってくる区域まで含めた流域全体であらゆる関係者の共同により対策を進めることとし、えー、具体的にはあ避難体制をさらに充実させるためのマイタイムラインの作成・活用を促進することに加えて、堤防整備や薄い貯留対策など、氾濫をできるだけ防ぐ、減らすハード対策を加速,化す,加速すると,とともに、リスクのより低い地域への居住誘導など、氾濫が発生した際の 被害を軽減するまちづくりなど、総合的かつ多層的に取り組むこととしております<管>あの防災の社会的な意識改革を引き続き、ぜひ進めていただきたいと思いますし、社会全体での防災の取り組みが一層促進されるよう、え国土交通省には引き続き取り組みをお願いしたいと思います。まあ、次に、えー、治水対策とといますと まあ従来、河川管理者が主体となって対策を講じてきたところでありますが、まあ、今回の流域治水という考え方は従来の治水対策に加えて水系を,を氾濫域も含め1つの流域として捉えて その河川、流域に関わるすべての関係者が一体となって、まあ、流域全体で水害を軽減させる取り組みを行っていこうとする、まあ、河川行政の大きな転換点になると言ってよるのではないかと私は思っております。はい、こうした流域治水の先駆け的取り組みといたしましては、昨年の7月豪雨等によって激甚な,あ激甚な被害を受けた河川について、まあ、緊急治水対策プロジェクトを立ち上げ、 国や県、関係市町村が連携しながら流域全体で再発防止に向けたハード・ソフト一体の対策を行っていただいております。また、先月30日には全国109のすべての1級水系と12の2級水系におきましてその流域治水プロジェクトが一斉に公表されましたが近年の気候変動による災害の激甚化、頻発化を踏まえ上流、下流、本流、 本線、支線,線,線の流域全体を俯瞰し、河川整備、雨水、雨水貯留浸透施設、土地利用規制、利水ダムの事前放流など、 あらゆる関係者が一丸となって取り組む治水対策の全体像を取りまとめた初めての取り組みであります。そこで国土交通省に質問いたしますが、緊急治水対策プロジェクトおよび流域治水プロジェクトの取り組みの現状と成果についてお伺いをしたいいと思います井上局長。令和元年東日本台風など、近年、甚大な被害が生じた信濃川など10水系においては、 緊急治水対策プロジェクトを策定し、被災沿線自治体と連携しつつ、 再度災害を防止するために必要なハード・ソフト対策を一体で取り組んでおります。ここでは、可動掘削や堤防整備、有水地整備などの短期集中的な改良復旧が進捗するとともに、流域治水の考え方を先駆的に取り入れ、流域自治体において、水田や用水路での雨水貯留や浸水した地区での家屋移転に向けた取り組みが進んでいます。一方 今後の気候変動の影響を踏まえると、甚大な被害が生じた10水系に限らず、え全国で事前防災対策を推進する必要があり、去る3月30日、全国109すべての1級水系において、国、都道府県、市町村、企業など、あらゆる関係者が共同して取,る取り組むべき対策を 緊急治水対策プロジェクトを包含する形で、えー、流域治水プロジェクトとして、えー、策定、公表したところです。えー、今後も、えー、防災・減災、国土強靭化のための5カ年加速化対策も活用して、こうした取り組みを強力に推進すると,とともに、流域治水関連法案の枠組みの活用により、流域治水の一層の充実と効果的な推進を図ってまいります杉君。 我々公明党は一貫して、防災・減災を社会の主流にと主張してまいりましたが、各種治水プロジェクトも、私どもの考えを具現化する重要な枠組みであると考えておりますので、国土交通省は引き続き、推進をいただきますようお願いしたいと思います。次次にに先ほども申ししし上げました通り近年相次ぐ河川の氾濫や激甚化化頻発化する水害に対し 河川流域全体で被害を軽減する取り組みを進めていくために国土交通省では流域自治体のや民間企業、住民などあらゆる関係者が一体となって水害対策に取り組む流域治水の方針を打ち出し施策を推進していただいておりますが流域治水はマンパワーの一体化による取り組みだけではなく例えば大量生水を貯留施設や有水地、田んぼなど 河川以外も活用しながら、まあ、文字通り流域全体で受け持ち、まあ、地域の安全性を高めるという点と、という視点も重要でありますし、増水時には河川が溢れることを前提とした戦略的な土地利用も求められております。そこで、今回の法改正では、流域全体の関係者が一堂に会した協議会を設けて、雨水の貯留対策や浸水エリアの土地利用の方針を検討した上で、 流域水害対策計画に反映し、関係者がそれ,それぞれが主体的に対策に関わるようにすることとされているところであります。そこで国土交通省に質問いたしますが、この流域水害対策にかける協議会で、参加するすべての関係者が、まあ、主体的に関与するために、国土交通省はどのような支援を行っていくのか、確認をしたいいと思います上井上局長。 流域治水の取り組みの実効性を高めるためには、河川管理者のみならず、流域のあらゆる関係者が主体的に雨水の貯留対策や適正な土地利用などを行うことが必要です。このため、流域治水の実施主体に対しては、客観的データに基づき対策の必要性をご理解いただくとともに、協議会の運営において、目標、役割分担の明確化や、対策効果、達成度の見える化、 など主体的に関わっていただくための工夫を行い、さらに技術面、財政面からの支援も行ってまいります。 また、浸水被害からの国民の命と暮らしを守るためには、住民自身による的確な避難も重要であり、例えばハザードマップを活用したマイ・タイムラインの策定、支援について、協議会を通じ、市町村へアドバイスを行ってまいります。このように、国土交通省が流域治水の旗振り役として、あらゆる関係者と一丸となって取り組んでまいります。井君。 まあ何事もまあ主体的にこれ、関わっていただくことが非常に大事でありまして、主体的でなければすべての対策も絵に描いた餅持ちとなりかねませんので、国土交通省には万全のサポートをよろしくお願いをしたいと思います。次に、今回の法改正で特筆すべき柱の一つとして、浸水の危険性が高い地域における住宅や高齢者施設などの開発、建築について、許可制を導入する点が挙げられます。 具体的には川底の掘削など、河川整備を進めても浸水リスクが残る場所を浸水被害防止区域として都道府県知事が指定し、これら区域では例えば住宅などを新築する際には、居室の床面を浸水が想定される高さ以上にすることなどの条件を満たさない限り、建築を許可しないということとされております。 私もあの昨年11月、本委員会で指摘をさせていただきましたが、昨年7月の豪雨におきましては、熊本県、球磨村の特別養護老人ホーム千従園が水没し、14名の方の尊い命が失われたことを考えますと、こうした悲劇を二度と繰り返さないためにも、 開発や建築の段階から被災リスクなどの安全性をしっかり確認する制度を導入した意義は極めて大きいと、私自身、本法案に強い賛意を示したいと思っております。またた今回の法改正では洪水や雨水,出水・雨水や雨出等に対応した ハザードマップの作成エリアを現行の大河川等から火薬等の防御対象のあるすべての河川流域等を加え,ることと示さ加えることが示されるとともに、浸水が想定される区域にある高齢者施設などの避難計画や訓練に対し、市町村が助言や勧告を行う制度の創設なども重要な柱というようになっております。 そこで国交省に質問いたしますが、浸水の危険性が高い地域における住宅や高齢者施設などの開発や建築の許可制について、都道府県に対し、国土交通省はどのようなサポートを行うのかを確認するとともに、中小河川等のハザードマップ作成の推進や、高齢者施設などの避難計画や訓練に対する市町村の関与について、国土交通省としてどのような後押しをされるのか、見解を伺いたいと思います。 井上局長国民の命を守るためには、住宅や高齢者施設の立地段階から安全を確保する土地利用規制や、治水施設の能力を超える洪水に備えた警戒避難体制の強化が重要であり、これらの実施主体となる自治体に対して、技術面と財政面から支援していく必要があります。まず浸水被害防止区域の指定を行う,担う都道府県に対しては 国などの河川管理者から水害リスクの高い場所をお知らせするとともに、土地所有者等のご理解もいただけるよう、想定される浸水深や頻度などを客観的データとしてお示しするなど、区域指定を支援してまいります。また、市区町村が実施したいとなるハザードマップの作成については、国や都道府県が設定した浸水想定範囲に避難所等の位置情報を 電子地図上で重ねるツールの提供など、ハザードマップの作成を技術面から支援するとともに、防災安全交付金により財政面からも支援することとしています。さらににに高齢者施設等における避難対策については 設備の改良に対する厚生労働省からの財政支援に加えて、市区町村が施設の避難計画に対して助言等を行う際に参考となるチェックリストを提供するとともに、厚生労働省とも連携し、市区町村の 福祉防災、療部局を対象とする研修会を行うなど、技術面で支援することとしております。えー、本法案を活用した流域治水の整備は、自治体が握っていると言っても過言ではなく、えー、自治体との連携を密に取りながら、土地利用規制や警戒避難体制の強化に取り組む自治体を支援してまいり辻分 はい、今あのご答弁いただいた通り、やっぱり自治体にしっかりやっぱ頑張ってもらわないといけないところもたくさんありますので、国土交通省には自治体への十分なサポートをぜひお願いをしたいというふうに思います。え最後に赤羽大臣に質問をさせていただきます。一般的に水害と言いますと堤防が決壊して川が住宅地に氾濫する災害がイメージされますが。 まあこうした水害を外水氾濫と呼ぶのに対し、内水氾濫と呼ばれる水害も毎年、深刻の度を深めております。内水氾濫で思い浮かべるのが、一昨年、2019年10月の台風19号による多摩川の内水氾濫が記憶に新しいところでございますが、 まあこの水害では、特に川崎市の武蔵小杉駅周辺において、増水した多摩川の水が下水道を逆流し、タワーマンションの電源設備が浸水したことで、電気や水,水道が1週間以上もまあ使用できなくなったわけであります。まあ、当時、テレビでは連日のように報道されまして、まあ、社会的にも大きな反響を呼びましたが、まあ、このとき初めて内水氾濫という言葉が社会に大きく認知されたのではないかというふうに思います。 まあ国土交通省の資料によりますと、2018年までの10年間に全国で起きた水害の被害額2.5兆円のうち、3割程度がまあ内水氾濫によるものと伺っておりますが、全国の家屋等の浸水被害を見ますと64、64%に当たる約21万棟棟が内水氾濫による浸水となっております。 これは内水氾濫が主に地下街や地下施設があるような都市部などの市街地で発生する災害でありまあ、ひとたび発生いたしますと。とまあ、被災する住宅や施設が圧倒的に増加するからに他なりません。赤羽大臣におかれましては。はえ、本年2月13日にこの内水氾濫が起きた多摩川流域を視察いただいておりまして、まあ、大臣からは治水対策の促進に向けて。 国交省を挙げてしっかりと取り組むと、力強いご発言もございましたが、まあ、先ほども指摘したとおり、内水氾濫は都市部が持つ構造的な問題で、被害が大きくなる上に、まあ、地下街が水没するといった新しい災害も引き起こしております。そこで国土,国土交通大臣にお伺いいたしますが、内水氾濫など、想定を超える都市型水害への対処に対する見解をお伺いをしたいと思います。赤羽国土交通大臣 あの杉ご指摘のようにあの、災害は人口集中地域に起こると、それは当然のことながら被害が拡大して深刻化すると、ま,あ、まさにあの内水被害もご指摘のとおりでございます、私の地元の神戸も、えー、大変あのそのリスクははらんでおりますし、実はあの昨年7月にあの福岡県の久留米市を訪問いたしましたが、この久留米も3年連続で内水被害としての浸水が続いているということでございます。ですからこの 内水被害をどうするかというのは、これまさに今回の流域治水の取り組みとあの、まあ、考え方が一緒に捉えておりまして、あの下水道管理者に加えてです、ね、あの雨水の貯留対策を担う自治体と民間企業、地域の代表、こうした人たちも一緒になって協議会を作っていただいて、その中で内水対策をどうするのかということを進めていきたいと思っております。そしてあの他方で 言いますとあの下水道、大変あの老朽化をしておりますので、この老朽化をどうするのか、下水道の整備は喫緊の課題でありますが、これはの今後の,あのまあ最近の気候変動によって想定される被害の大きいところから優先的、重点的に下水道の整備を促進していくと、これ、計画的に進めていくと同時に、民間の皆様のによる協力で,で、雨水の貯留対策が進むように。 税制面、予算面で支援をしていくと、あとあの河川のひ問で,です、ね、逆流、捜査のミスによってあの逆流を起こすという、まあ、確か佐賀県の六角川なんかもそうだったと思いますが、そうしたことが起きないように、ひ問等の捜査規則の,あの,あの策定の義務化もあの求めているところでございます。他方もう一つですねあと あのポンプ排水ポンプというのは大変大きくて高価なもので、なかなかその設置が難しくて、毎回、地方整備局から一番性能の多いものを運んでやってるんですけど、これはもう少しなんとかならないかということで、あの自動車業界とポンプ業界、初めての異業種連携を行っていただきまして、自動車のエンジンを排水ポンプに転用するということで、えー、コストも多分10分の1以下ぐらいになるし、あの 量産もできるまたあの、部品の交換も耐えやすいのであの、故障のリスクも下げられるという、まあ、この前、え先日、協定結んだところでございまして、そうしたこともしっかりやっていきたいと思います。あの老朽化につきましては、ちょっと重ねてになりますが、全48万キロメートルのうち、その3分の1の17万キロメートルが、この20年後に、 50年以上の、不設後50年以上老朽化するということでございますので、これはの防災・減災、国土強靭化のための5カ年加速化対策の中で、一つの柱となっています老朽化対策、しっかりと予算を使いながら対策を進めていこうと、こう思っております<君>しっかりとあの国交省を挙げて対策を進めていただけますよう、我々もしっかりと応援させていただきたいと思います。時間になりりりまままししたたので質問を終わりますありがとうございました